全部で一軒の大邸宅。誰の家だ。ギャツビーさんですよ。ヤッピースパーティー。あなたたちは禁酒法を守らないんですか。私のパーティーにはいろいろなお客様がお越しです。中には君たちの知り合いもいる。でも僕は呼び戻そう、二人のあの時、懐かしいあの愛の時、朝日の昇る前に。全てを手に入れられたあなたに思われるなんて幸せな人ですね。幸せ？そうね、幸せすぎて幸福に麻痺しちゃった。なぜって俺たちはアメリカを守る貴族だ。知らないの？トムはニューヨークに女がいるのよ。デイジーは知ってるの？うすうすね。クラッカーかわいそうな、クラッカー不幸な、戦後の娘たち。ウィルソン、新しい車のカタログ入ったか？はい、取ってきましょう。ダーリン、会いたかった。6時半にアパートで。先に行ってるわ。こないだトムの家で会ったじゃない。あの後デイジー行ったら衝撃の告白をしたのよ。衝撃の？いとこ同士が踊っちゃいけないって決まりはないはずだよ。お母様のお許しが出たのね。そいつは難しいぞ。やっぱさあ音楽。私が遅れてきてあなたの番になったのは運命だったのよ。運命の神に感謝します。二人で真っ白な宮殿で暮らそう。あなたにお願いというのは、彼女をうちに連れてきてほしいんです。あいつがダチをここに連れてくるのは初めてだ。あんた、よっぽど信頼されてんだな。それほどでも。紹介するよ。こちら、うちの隣のギャツビーさん。僕の同級生のトム・ブキャナン。はじめまして。俺たちのこの手はもう汚れてるのさ。バラより美しい。ありがとう。ミラノ、パリ、ロンドン。まだまだある。本当にお金持ちになったのね。ああ、すべて君のためだ。流し去ることなどできはしない。僕たちにはま、人の女房に何か用があるんですか。前にあったな、アイスキャッスルでネズミのように逃げやがった。なんだと。俺が今日まで生きてきたのは全てあの人のためなんだ。この人